はい、ライドハイナンバー14でございます。はい、はい、梅雨の時期に結構雨に遭いまして、そうですよね、残念ながら途中で戻ったりとかいろいろあって本当はそれは収録した機種もこぼれちゃってますんで、はい、まあその代わり今回は当初入れる予定じゃないものがこうやって入ってきてるんで、はい、まあ含めてちょっと予定とは違うんですけど、14お送りしたいと思います。はなちゃんも、本当こう、ライドレクチャーでこの前、MV の X3 に乗って、はい、まだ皆さんにはご覧に入れてないですけど、だいぶ違うものに先に乗り始めて、そうですね。見てて、この、バイクの価値観というか、バイクライフのこう、持っていき方、はい。ああいう尖ったものに乗って、いろいろ言うようになってじゃん。いや、どんどんやっぱり自分の中でいろいろ経験値というか、蓄積されていくので、ね、うん、やっぱ感覚変わってきたかなと思います、ね。というのと、多分これから、このバイクでもそうなんですけど、やっぱり出会いがあって、はい、本物に出会うと、目覚めるだろう。そうですね。やっぱりテンション変わります。だよね。うん、上がると思います。わずか5メーター、10メーター、10メーター乗っただけで、はい、ん？これは違うぞ、みたいな。あの時もそうだね。そういうのばって言ってて。そうですね。はい。はい、で、後でね、スーパーメイト650もご紹介しますけど、はい、これもまさに乗った瞬間に、ん？違うっていうやつ。思いますね、きっと。ね、もう見た目からね、ちょっと気になりますね。ということなんで、はい、今まで、IMT650 も乗ってるし、GT650 もあるんですけど、同じエンジンで、同じカテゴリーなんですけど、これは、まあ、俗に言うと、クルーザー。はい。なんだけど、僕はもう本国で乗ってきました。そうですよね。そう。で、そっか、これ、クルーザーじゃないんですよ。クルーザーじゃない。ない。私もね、こういうのは、クルーザーだとやっぱり思うから、クルーザー乗りをしようと思うんだけど、すごい長い距離乗ったんですよ。はい。で、途中から普通のネイキッドバイクに乗ってる感覚になっちゃってて、全然クルーザーに乗ってる感じじゃなくなっちゃったんですね。うん、まあ実際に作ってる人たちもそうなんだけど、はい、クルーザーの形をしてるけど、いわゆるアメリカンで乗ってもらうために作ってるんじゃない。ない。そこがすごい新鮮だったのは、こういうもんっていうと、アメリカン、クルーザー。はい、だから、あれでしょ、まっすぐねっていう。うん、違うというのが、今回めちゃめちゃインパクトなんですね。楽しみですね。はいはい、というわけなんで、ぐいぐいと突っ込んでいきたいと思います。はい、このスーパーメテオ650ですけど、はい、前々回、実際にライドハイでも、現地で散々乗りました。はい、なんで、まあ、発表会も出てるし、細かい詳しい設計のことも全部向こうから聞いてきたんで、まあ、今回も来てるんですけど、バイクとしてはかなり知り尽くしておりまして。はい、ハナちゃんも乗った INT650、はい、あれがベースなんですけど、うん、これフレームから違うんだね。うん、そうですよね。はい。はい、で、まあメインのところとかね、共通に見えてるんですけど、じゃあこの後ろの、このリアの周りね、はい、座ってるとこ、リアサスの位置が実は全然違うんですよ。クルーザーとしてのデザインを最初から考えてるとはいうものの、はい、一番ね、大きな違いは、普通のクルーザーだと、まっすぐ走る、リラックスできるフォームということなんだけど、これは人が乗ってる時の操縦性とバイクの関係というのを、やっぱり最初からちゃんとポイントを作ってるの。リラックスのポイントっていうのは日本のメーカーなんかこう、点と点を結んで、こんなんですとか書いてんだけど、これは、それが、いわゆるオートバイを操る意味でも、そこでという。やっぱりリラックスもできるけど、やっぱりカーブも面白くなきゃいけない。全部面白くなきゃいけないという意味での、はい、走ってるうちにどんどんアグレッシブというかエモーショナルな楽しみ方というような方へ行くように最初から仕組んでるわけですよ。驚いたことに INT650 とか GT650 作っておいてから、はい、これって実は3年も後なんだね。なぜかというとスポーツバイクのああいうのはある程度やっぱり乗りたくて乗る人たちが乗るからいいんだけど、こういうのは比較的まだ受け身の人たちが乗る。で、その人たちがこれからもっとオートバイを好きにするという意味では、360の時もそうなんですよ。はい、だから、作り込むの、そこだけ。決してそのエントリーというか、そういうところを目指すというか。それも含まれる。はい、それも含まれるんだけど、こういうのを、イメージがいろいろ幅広いイメージで、乗ってみようかなって思う人たちが、乗ってたらハマる。これでもっとどっか行きたい。もしくは、カーブも行きたい。いろんなところで、楽しみたいと思うように、ポテンシャルを作んなきゃいけない。という、まあ、ある意味ね、すごく難しいことやってる。そうですね。うん、言い方間違えると語弊が出ちゃうんですけど、例えば、足回り、INT650 とか、GT650、こっちのグレード高い。そうなんですか？いや、もう、フンドフォークもこれ、
昭和、ね、昭和の、ね、あの、ね、ダンパーが大きなやつなんですよ。で、ブレーキかけながらドーンって、その、デコボコ入った時に、はい、カカンカカンっていう、こういう突き上げが全くないやつなんです。ちゃんと捉えてくれて、そうです、そうです。ショックが動いてくれるんです、ね。で、なおかつ、リアサスもこれ専用の長さで、あなたがまたがっただけでも、はい、柔らかくスッと動くのね。かといってソフトではなくて、はい、運動性がキリキリしてるっていうところで、で、エンジンもチューンが若干違うんですよ、今までのあると。何よりも、ライバルが多いマーケットに出てると思うから、見てください。それぞれの部品ね。はい。ハンドルのこのテーパーのやつも全部そうだし、ね、日本のバイクがここまで気を配らないようなところまで全部フィニッシュが。細かいところも合成がちゃんとあります。そう、これ。ハンドルとかもすごいですね。そう。ウェルエンフィールドどうしちゃったのっていうぐらい、なんかお金をかけてるっていうか、はい、ね、というような気合が入ってるんですね。彼らの狙い通り。はい。いろいろ後で聞いたんですけど、めちゃめちゃ好評で、まあ日本のマーケットも含め、今までだとアメリカン、クルーザー。はい。でも、これが実はスタンダードなバイクだよっていうぐらいの位置づけで、エンフィールドは狙ってるんだな。やっぱり本国だと 650cc とかって、主に乗る排気量なんですか？もっとちっちゃい方がメインなんですか？全然350がメインですよ。大型は全く少ないですね。その中でもやっぱり人気がある。そうです。まあ、その少ないというよりも、はい、650って、もともとトランフとか BSA とか、はい、まあ、500のちょっと上のクラスまで行って650ですよ。70年代ぐらいで、それは60年代、はい、70年代止まっちゃってるんですけど、7班っていうと一つ違うんだよね。スポーツ性もあって、汎用性も高くて、フレンドリーで、はい、でも、やっぱりちょっといざという時は無知入れると頑張るよっていうような、そういうカテゴリーです。にこだわってるから650なんだよ。ちょうどいいですよね、でも。大きすぎず。まあね、ただ小さすぎず。そう。もう INT も散々乗ってますからね。はい。まあ、というわけなんで、それだけの気合が入ってるバイクと、作り込んでるバイクということなんで、さあ、乗ったらどうなるかなっていうのは。ね、本当ですね。ちょっとワクワクしちゃいます。はい。前回インドの本国でスーパーメテオを乗せていただいたとき、散々エドリアさんにいろいろ車両の紹介とかコンセプトとかかなり突っ込んだ話を聞きました。今回は実は彼もここを一回走ってるんですね。僕も、今日乗ってみて、いや実はコーナリングがめちゃめちゃいい、クルーザーじゃねえじゃんこれみたいな目に散々あったんで、彼もワインディング大好きなんで、そんなところでさっきちょっと話してたらこれいいよねっていう話で、いやいやそもそもスーパーメテオっていうのはそういうところの作り方が違うんだよという話を今散々してたので、ちょっとご本人からもう一遍それを説明してもらおうかなと思ってインタビューを設けました。 I'm glad to hear that. Yeah, yeah. I think、And、I then, had a similar experience. Yeah, it was also very nice, as you say, being able to ride together in India and then coming here to ride.
We have two different very different experiences. Yeah, yeah. In India, a lot of straight roads. You get to understand high-speed motorway. And then coming here, it's very technical. Yeah. Very, very technical riding going up Hakone. And I mean, I've enjoyed very much. It was very, very nice to try it out. Yeah. I think before this, I'd ridden it some in England also as part of the development process. In England, it's a little bit more sort of sweeping corners and everything. Yeah. Less very tight technical. And so seeing those three different riding types, the bike handles equally well for all three. I very much enjoyed this week as well. Yeah. I think that the thing we got really right with the Super Meteor was the balance of a big cruiser. Yeah. So very good stability at high speed and everything, but also getting that a little bit tighter wheelbase than most cruisers have. Mm-hmm. Most cruisers are very long, and so they're turning very slowly and everything, whereas this is actually pretty compact for a cruiser. And because of that, you get that handling that is more similar to a naked sports naked. Yes. You feel like you can go further. And that's really just nice for your ride. Makes you a better rider as well, if you think you can do it. If the bike enables you to do it, then you can become better also. I think maybe not just for Japan, but for many other countries, markets as well. Mm. I think the whole idea was this was to take the cruiser segment and put our own twist on it, our own spin on it, and make a bike that'd be good for everybody. 50. Next level. Yeah. Well, look, as we grow our lineup, and we're still doing that very actively, as we grow our lineup, then the products will begin to change and differentiate from each other even more. It should be. So each product will have to do less and can be a bit more specific to its purpose. So INT maybe was our cruiser until now we have Super Meteor. Yeah. Now we have, instead of being a roadster and a cruiser, we now have a cruiser. And we have a roadster, and so we can continue to expand our lineup and offer more options to our customer. Keeps us very busy. Okay, thank you very much. Thank you. はい、乗ってきました。はい、テンション上がっちゃってます。そう、いや結構途中もそうだけど、結構ニコニコだったね。いやもう少し走っただけでテンションが一気に上がっちゃいました。ね。はい。いや、あんなに簡単に上がると思わなかった、さすがに、はい、まあでもマジスタートしたところでもう違うなって。そうです ねやっぱり私の身長的にこの取り回しは若干重たく感じるんですけど、はい、走り出しちゃうと全くその重さ感じない。ハンドリングも軽いし、これタンクが広いですけどスリムじゃないですか、はい、こうだから足つきはすごくいいし良かったです。前19、後ろ16のフロントのアライメントとエンジン位置とこのリアの接地点というやつが、まあ、アメリカンだと普通にまあこう冒頭に言ったみたいに、まあ、リラックスできればいいやで終わってるんですよ、はい、こいつはちゃんとロール方向がやっぱり物理的にちゃんと収まるようにきっちりやってるんで、それでなのでそう歩く速度からもう軽快に動くでしょ。あ、そうですね、まさに。で感心したのは、はい、フォークがすごくおごってるフォークなんで、ちょっと下り坂行こうがちょっと上り坂行こうがスピードが変わろうが動作が一緒なんだよ。だからですね、そう下ってる時も怖いっていう感覚がなくて、特に下り得意だよこの場合ね。そうでしたね、うん、なのでこう言ってこう言って、はいはい、はい、もっと曲がってるってね、さっき顔の入れ方とか横でうるさかったけど、はい、いや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 、はい、いやでもやっぱりそうなるとそこのターンってまたするじゃない、うん、でしたね。一見曲がりづらいバイクってやっぱりね思うんですけど、すごい曲がるから体が気持ちよくこう一緒に動いてくれて、ね、でこのルックスからは想像つかない。いやその通りです ね本当に僕もびっくりしたんだけど、はい、本当にだからいわゆる INT650 じゃないけど、はい、ああいうそのスタンダードなトラディショナルスポーツバイクよりは、はい、こっちの方が普通の今の日本のネイキッドバイクみたいによく走る。あ、そうですね、うん、ネイキッドバイクって言われるとそういう感じですね。なんだよね。でそれだけアライメントがしっかりしてるんで、はい、という意味ではね、こういうタイプはカーブが得意なバイクなわけがないという、うん、そうですよね。そういう思い込みだったんだけど、はい、これはね皆さん多分試乗すればすぐ分かるよね、うん、と思います。街の中でも、ね、すぐに分かると思います。すぐに分かります、はい、というほど素質が違うっていうか、はい、そこがね。なのでぜひ乗ってみたらかなと思います、うん、でミッションもそうだし、いろんな各部の素質でもですね、はい、ちょっとフォワードで人によっては慣れてないかもしれないけど、それぞれがすごく管理しやすい、コントロールしやすい、うん、でいわゆる唐突に
ガクンってのは全くないじゃん。全くなかったですし、前が詰まった時に減速するじゃないですか。例えば登っている時、その時にギクシャクしないんですよね。全くガガガガガっていう感じがなくて、その時もスーッと行ってくれてた。いや、呆れるぐらい、はい、ほとんどアイドリングの回転になっちゃってるのに。そうですね、大丈夫でしょ。そうでした。いや俺ね、はい、花ちゃんがお成長しやがったなと思ったんだけど、はい、あのそこそこクイックなとこをちょっとして、ちょっとターンでもうシフトアップしてんじゃん、パッパッて細かく。なんであんなことやるの。なんで俺うちのメーカーなんかおこいつついに覚えやがったなみたいな。いや、それは今までのレクチャーもありますけど、うん、やっぱりプラスさせるんだよね。この子がそうさせてくれたっていうのはね。でカーブ入ってく時に、はい、あの入りながらギアダウンしてんじゃん、バシャンって、はい、ああいう風にやってその操作を楽しんでる、うん、というのがやっぱりこうバイク乗ってて面白さという意味ではいいじゃん、こういうのって、はい、これは乗らないと分かんないと思うんだね。そうですね、もう、うん、本当に乗ってほしいし、これエンジンの位置とかも関係してるんですかね。はい、もちろん。挙動めちゃめちゃ細かく、そうですね、すごい詰めてあります。そうですよね、やっぱり、はい、もうね、あの鑑識するぐらい設計してる人と話しててもこのサブフレームの位置とマウントのあれとかってね、あ、はい、まあまああの NT とか作ってきてるノウハウはあるんで、はい、これ用に専用に作り直してるんで。あ、もうすごい、それがもう分かりますね、うん、乗ると、まあ、じゃないとね、うん、あれだけその上り下り状況、はい、例えば曲がった曲がって曲がりながらさらにまた下り始めるとかいう時って、はい、大体やばいじゃない普通。いや怖いですよ普段だったらね。そのままもうちょっとはもうちょっと行こうとか、うん、途中でブレーキもかけてるし、うん、全然大丈夫だもんね、はい、全然大丈夫でした。ブレないし、すごい感動しましたよ。すごいですね、ロイヤルエンフィールド、ずいぶん成長してますね。おお、すごいです。で、あの慣れてくると、僕は長いことここで乗ってたんで、これメーターとかね、はい、デジアナになってるんだよね、うんうん、まあフルデジタルなんだけど一応アナログチックにやってて、はい、いろいろ自分チェックできます。まあ含めてね、だんだん慣れてくると新しいスタンダードバイクみたいなね、うん、いうベーシックバイクというのを ね、うん、もっとこういうバイクが増えてほしいです。そうなんだよね、まあ、あの面白い、こんなことをここで言うべきだとは思わないけどでもクルーザーっぽいか、もしくはスクランブラーっぽいとか、デュアルパーパスというか、はい、アドベンチャー系というか、いろいろ出てるじゃないですか、はい、で日本のバイクそういうところへ、まあ、ちょっと海外の後追い的なところあるんだけど、やってる割に新しいことをやろうとしてるのを全く感じられないんですよ、うん、正直乗ってやっぱりあんまり納得できないから、実は記事でも取り上げてないんですけど、はい、これは完全に今までにないものを作ってるんで、うん、冒頭に言いましたけど、お客さん、はい、これに乗るライダーにそのオートバイの楽しさをもっとこう知ってもらおうみたいな意欲がちゃんとあるんで。そうですね、感じますね、うん、これだと相当キャリアがあんまりなくても面白いというか楽しめると思います。自分が乗れてるような気になっちゃいますもん。過信しちゃうかもしれないですね。いやいやいや、塗装とかさ、フィニッシュとかさ、はい、大人がやっぱりこう磨きたくなるというか、そういうクオリティちゃんとあるじゃん。質感が高い、綺麗ですよね、ちゃんとしてる。そう、あの安っぽさがないんですよね、うん、あまり大きい声で言っちゃいけないかもしれないけど。いやいや、でも最初はやっぱりそういう意味での、はい、ちょっとまあ頑張ってるけどまあねっていうのがイメージは前あったと思うんですよ、うん、でも350がどんどん良くなってきちゃったでしょ。そうですね、めちゃめちゃ良くなってきちゃった、はい、でこれでしょ、うん、今までのエンフィールドと横並べちゃうと、なんか他の国のどっか違うメーカーのバイクっていうぐらい、うん、クオリティが良くなってますね、うん、新しい時代だなと思うと同時に、うかうかしてないで日本のバイクメーカーも頑張ってほしいなというぐらい、何よりもハナちゃんがこれ面白いとか言ってずっと乗ってて、あのまっすぐはもちろん快適なんですけど、はい、カーブあんだけ面白がってるっていうのは、僕今回ちょっと、いやそういうふうに仕向けようかなと思ったけど、もう仕向けるとかじゃなくて、もうどんどんまんまと勝手に言ってましたまあどういう人におすすめというか、これからまだいわゆる日本の500とか7半とか、はい、その辺のネイキッドバイクでどんなバイクに乗ろうかなっていう考えてるぐらいだったら、一回試乗した方がいいと思います。そう思います。ということなんで、新しいカテゴリーとしての、ロイヤルエンフィールドのスーパーメテオ650、かなりおすすめの1台ということでございます、はい、おすすめです。はい、モトグッチ V100 マンデーロ S でございます。前回ナンバー13でちょい乗りしました。あれでは納得わからないのでと言ってましたけど、まあ、ちょっとそこでもですね、ポテンシャルを感じてたんですね。なのでとっても楽しみにしてたんですけど、まあ、今回ちょっと距離も稼ぎ、ワインディングも走りというところで海辺までやってきました。期待通りというか、
むしろ期待してなかった部分の方が大きかったかな。新しい世代としての個性だなんだかんだってのはもっとあるのかなと思ったんですけど、もちろんあるんですよ、全然全然あるんですけど、それよりもパフォーマンスとして人が楽しむということに面白がらせるバイクになっちゃってるというのに、ちょっとこの躍動感にドキドキしながら走ってきました。グッチの V100 という社名から説明した方がいいと思うんですけど、元グッチはですね1921年に創業したメーカーです。まあヨーロッパっていうかイタリア最古のメーカーで、ちょうどその100周年のタイミングに合わせて、まあ、今まで V85 とかですね、いろいろ名前もあったんです。まあ、1000cc 超えた1200とかもあったんですけど、排気量でいうと 1024cc、 1000cc なんですけど、100周年と排気量のエンジンの大きさも兼ねての V100 という名称です。マンデロというのがついてるのは、マンデロというのは実は、モトグッチがスタートした、まあ、今でも工場がある言ってみれば本籍です。古い場所なんですけど、なんとそこでずっと作り続けてきた、どっちかというとその職人かたぎの、エンジニアリングなんですけど、職人かたぎの工房というか、工場ですというところで、まあ、好きな人たちがずっと作り続けてきたという中に、これはまだいますということも含めて、そのマンデロから動かないよという意味も含めてですね、100周年 V100 マンデロという、あの土地名の名前をそのまま社名にしています。というだけ元口にとってはかなり気合の入った車両ということですね。でまずあらかた、まあ、概要を、この V100 マンデーロはマンデーロとマンデーロ S という2種類があります。今ここにあるのはマンデーロ S の方で、何が違うかというと、サスペンションが、前も後ろも自動調整をします。セミアクティブサスですね。路面状況に応じてバイクの姿勢も含めて、その辺からバイクが判断をして減速力弱めたりとか、今走ってる状況の路面のサスが反応している状態だと、もうちょっと柔らかくした方がいいなというところであれば、それにも対応していくというようなことが自動でできます。もちろんマニュアルでもできます。マニュアルである程度設定した中でも自動もできるし、完全自動もできます。あとチェンジのパワーシフトがついてます。まあ、いわゆるクラッチを握らずにシフトアップシフトダウンができますよというのの差ぐらいですね。あとはもうコンダリング ABS だったりトラクションコントロールだったり、実に細かく4つのモードがあります。いろいろな対応ができる基本的なパフォーマンスはスタンダードも S も一緒です。前回もちょっとお見せしましたけど、ここにあるアダプティブエアロダイナミクスというのがですね、70キロで全開になるんですけど、まあ、自動に設定しておくと、まあ、そういうのができたりとか、あとウィンドウスクリーンが電動で上がったり下がったりします。まあ、これもマニュアルで設定もできますし、オートでも設定もできます。というところで、そんなに電子制御で大丈夫なのっていう、なんか多分見てらっしゃる方、特にねキャリアの長い方は思われるかもしれませんが、まあ、どっちかというとそんなことは気にならないという、むしろあこういうことしてんだっていうのを後から分かるというようなぐらいの、いかにも介入してくるということは全然ありません。まずね、最初にお伝えしていきたいのは、このエンジン結構実はねパルシブです。なんていうかな、スパルタンというのはちょっと言葉が違うかもしれないですけど、路面蹴ったりとか鼓動感とかかなり硬派ですね。スムーズにコトコトコトじゃなくてドカドカいきます。ちょっとそれにびっくりしました。男気の強さのエンジンに、なんかだん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 釣られてちょっとペースが上がったりとかするんですけど、バイクだからやっぱり醍醐味楽しもうねという感じがこう中から湧いてくるのには、うん、やっぱりイタリアンのだなっていうのはちょっとびっくりしました。もともとモトグッチは、まあ、今現行のラインナップしてるのは全部この縦置きの90度 V ですね。昔は OHV ですし、私もあの V7 でデートナーに15年間もレースしてましたけど、元から言うと縦置きのハントルクも右と左で違うぞみたいな癖もある、そういう個性のバイクです。ただ、まあ、ルマン3あたりからあちこちで人気が出てきたのは、いわゆる直進力というか、あのまっすぐっていうよりもむしろ高速コーナーもそうなんですけど、バイクが行こうとする方向に戦闘機がエンジンを吹かすと安定してくるというようなと同じように、縦置きエンジンならではの安定感があります。意外にみんな好きで、高速道路実はそんなにハイスピードでクルージングするようなイメージじゃないんですけど、前傾姿勢のくせに高速道路で結構みんな飛ばすみたいなこともあってですね、独特な味で、これは乗ってる人ないと分かんないぞというので、まあマニアの間では、まあ、グッチ乗りというのはですね、いろいろあのみんなに言わない、自分たちだけで楽しんでるというところがとってもありました。元からのグッチのスタイルはもちろん同じ縦置きですからあるんですが、例えばこれは
エンジン逆回転させて、いわゆるそのエンジンのブリッピングなんかでグラグラ来るのを、打ち消すようになってたりとか、まあなんで駆動のシャフトが右から左へ行ってんですね、というのがいろいろその辺も新しく刷新されてます。エンジンも、いわゆるウェットサンプなんですけど、中にチャンバーというか部屋を設けていて、どっちかというと深いチャンバーというかあのオイルサンプがいらないんですね。そういう意味でエンジンの前後値を縮めてます。見た目にドーンと高く見えてますけど、実はクランク位置低いです。意外に実は低重心です。まあみたいないろいろ今までとは違うものがあります。特にまあ一番大きいのはこの吸気系と排気系の方向です。まあ、あの BM なんかもやってますけれども、今までこっちからキャブがあって、前方からマフラーが出てました。これがなんとセンターからインジェクター吸気系があって、外へ真横へ排気系が出ています。この吸排が、センターから外へ出てる吸排のストレート化っていうのもあるんですけど、エンジンのあのボアも大きいですし、その燃焼のあれも全然違うんですけど、新しい今のエンジンとしてのそのレスポンスだったりとかトラクションの良さだったりとかっていうのは、こういう新しいレイアウトでの吸気系の長さ調整だったりとか排気系の、排圧調整だったりっていうところが全く今風にされてるというんで、まあ、エンジンとしてはですね、全体にトルキーなんですけど、どっちかというと僕が乗ってて感じるのは、下の回転も全部燃焼っていうんですかね、クランクマスのトルクではなくて、開けると燃えてバンと前出るという感じの、いわゆるその燃焼主体になっている新しいエンジンという感じがします。まあ、あとはエンジンモードもそうですし、先ほども言ったようにいろんなモードでいろいろ選べます。サスペンションもそうですし、いろいろ設定できます。今のご自分の状況、皆さんがもしこのバイクのオーナーになったら、そんな難しいの分かんねえよっていうことはなくて、多分走ってるうちにちょっとやると、あこうなるんだ、えあこうなるんだ、あ便利、えこういうにもなるんだっていうふうに遊べるモードなんですね。エンジンのキャラクターと、あと走りのキャラクターというのが問えてるというか、例えばちょっとワインディングの細かいところは小回り効くようにエンブレがあんまり効かないようにしようとか、この辺はちょっとエンブレが強めにかかった方が安心だなみたいなこと、それも全部実はやります。その辺を覚えてくると、今の優れたバイクに乗ってるから楽しめるというか、よりバイク任せに走れると。オーナーにならないと分かんないとは思うんですけれども、ぜひご試乗なさった時もその辺をですね、細かくちょちょちょっと街乗りモードだったりとかスポーツモードだったりとか、ちょこちょこっと試すだけでも、えこんな風なんだというほどキャラ変わりますので、ぜひお試しになればと思います。コーナリング ABS だったりとか、いろいろその6軸で、まあさすがにイタリアでその辺正直言うと日本のメーカーよりも先行してます。いろんなことに対して全部対応してるんですね。その辺の遅れのない対応というか、まあ、ある意味少し先読みまでするような全体のあれが乗ってると分かるんですよ。こっち行った時に、あこの完成マスに行った時に本当はサスが突っ張るよねっていうところがしなかったりとか、非常に見事に動いていきます。なので、まあそんな最新のオートバイのその走らせ方テクノロジーという意味では非常に面白いというバイクだと思います。まずはツーリングであれこれ走った方がいいと思うんですけど、まあ、今日もここまでだいぶ走ってきたんでいろいろあるんですけど、後でまとめて走りについてはまたお伝えしようと思います。
ライディングモードは今ロードです。ロードで、介入が2ですね。2500のところがこのどこどこ感があるんですけど、これでも全然リアはグリップします。6速でもトラクションガンガン出ます。3000から4000の間ぐらいのこの辺が一番パンチのあるところで、パワーシフトなんでまあこまめに落としてる方がリズムも取りやすいので、こう旋回中にちょっとこうコーナーが深くなってきても、まあ、グッチの常でちょっと上半身下に落として重心下げるだけで内コース上がってくるんで、4速の3000ぐらいがまあ一般的なこんな感じのワインディングの中速コーナーだと、まあスロットルのレスポンスも柔らかいし、トラクションも開ければガンと出るし、一番楽しめる感じですね。下り坂もこのエンジンブレーキが管理ができるんで、途中でシフトしても全然 OK だし、いい感じのトルクで後輪がグイグイって旋回してきますね。めちゃ気持ちいいです。旋回中の安定性が、路面とオートバイの距離がずっと一定という感じで、このスタビリティの良さはカーブの先を見てる余裕があるというか、でちょっとこうやって曲がり方きつくなってもね、ぐーっといいね、上半身落としていくだけでグイッと曲がっていくんで、まあ特に急に小さなターンになったら体勢変えますけど、普通は同じ体勢のバイクに預けたまんまの中で重心を下げたりもっと下げたり、あとはなるべくトラクションでグイグイっていうのをなるべく与えるようにしながらリズムを作っていく、もともとのグチの乗り方なんですけど、トルクのあるツインの上等手段というか、このオンザレールがねやっぱりグッチらしいですね。こっからカーブという時のこの回答性というか、全体がこの左のこっちへ向くというのが全体におっとりしてるはずなのに、そこだけはパッとこういう風にシャープに動くんですよね。エンジンの重心マスが真ん中に集中してて、実際に動くときは余計なことをしないで必要なとこだけ動いてるという感じになってるので、合理的というか効率のいいリーンをしています。これ今エンブレがそんなに効かない設定なんですけど、まあ、ある程度過剰にスピードダウンしないでコーナー入っていけるんで、こう延々曲がり続けてるコーナーっていうのは、まあ、苦手なバイクが意外に多いんですけど、グッチはむしろこの延々曲がってる方がゆっくり楽しめるというか、曲がりながらいろんなことをまだ操作をする余裕があるというか、このトラクションね、これがうーっていう路面にこう食い込む感じがめちゃめちゃ醍醐味があって、本当に安定もしてるんで気持ちいいです。グッチの V100 マンデーロ S 乗りましたというかですね、乗りまくったと言いたいところなんですけど、こういうバイクは乗れば乗るほどもっと時間経たないと分かんないぞってことが増えちゃってんですね。おそらくやっぱり1日に600キロ、700キロ、800キロ、1000キロ走って初めて評価ができるっていうかね。今ツーリングバイクっていうとちょっと流行りでアドベンチャー系とかいろいろ出てきてます。まあない、どんなバイクで行こうが適当にね荷物積んで長距離走れるという意味で言うと、まあそれぞれだと思います。アドベンチャー系のアップライトに、まあ、重心が全体高くてちっちゃいヘアピンなんかパッパッと曲がりやすくって、ワイルドな感じ、タフな感じも雰囲気的には旅のストーリーがちょっと変わる感じで流行ってるのもよくわかります。まあでもグッチも今まで、まあ、もちろんツーリングバイクっぽくはあったんですけど、アメリカ向けなんかね、カリフォルニアとか、まあ、完全にそっちに向けたアメリカで人気の機種もありました。だけどもともとルマンとかどっちかっていうと、まあ、街乗り含めた
短距離ツーリングかなみたいなカフェレーサーっぽいやつもある意味グッチのお得意なジャンルになってました。マンデローは完璧にツーリングバイクです。ツーリングスポーツという感じですね。ライバルでいうと BMW かなというところの位置づけなんですけど、何が違うかっていうと、まあ、BM の方はどっちかっていうと本当槍が振ろうが何だろうがバンバンいけちゃうぞっていうそこのそのタフネスぶりが BM らしさだと思います。まあ、もちろんこいつも実は乗って分かったんですけど、猛烈にエンジンも下からありますし、いろんな意味で体力すごくあります。 BM に負けてるということはもちろんないんですけど、元口この V100 マンデーロ S のキャラクターとしてすごく感じたのが、縦置きの V、まあ、昔はちょろっとホンダもやったりとかしてましたけど、あんまりないです。この直進性がいいし低重心で、なおかつモクサーよりは左右のロールが軽いんですね、っていうようなグッチならではのこのキャラクターというのが、例えばツーリングバイク作るときに普通の2気筒ならいいとか4気筒ならいいとか、まあ、いろいろでしょう。だけどこのエンジンを使ってどういうふうにしていくっていう、そこの合理性をむしろ欠いてるかもしれないもので、そこまで詰めていく趣味性というか個性の面白さというのをやっぱり感じます。他にないもんこれというのがね、やっぱり絶対グッチのいいとこだなっていうふうに思います。これまで、まあ、僕もレースやったりとかして、絶対に不利だと言われるものをコーナリングでガンガン走れるバイクにチューニングしたりとか、エンジンも OHV でどこまで回るのよっていうのを9500ぐらいまで回るようにしてみたりとか、まあ、いろんなことやりました。そういうポテンシャルを引き出すっていう部分も、イタリアンのバイクのその簡単には壊れないっていうのも含めて、まあ、持ってるポテンシャルだとの面白さだと思います。モトグッチは主な機種って実は単気筒なんですよ。汎用性の高いバイクが、モトグッチ でレースは V8 とか作ってて、なんかとんでもないギャップがあったんですね。まあだん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 詰まってきちゃって、まあどちらかというとちょっといろいろ厳しくなってきたっていう時に、警察車両それから、軍の車両とかっていうところから警護だったりとかパレードの時のその大きな大型の、まあ、白バイですかね、まあ、向こうだと青バイなんですけどね、黒バイだったりというのをやんないかというのがまずイタリアの政府からありました。ラテン系なんでふっと目を配ると南米もあちこちそういうものがちょうど途切れてる時だった。グッチはその軍用も含めて昔で言うと三輪車、物を運ぶ三輪車用のエンジンとしてこの縦置き V があったんですよ、まあ、トラックのエンジンですね。でそれがあったんで、じゃあそれ積んじまえって言うんで、どうせねスピード出さないしパレードランで威風堂々でいいんだからって言って作ったのがそもそもの始まりです。そのエンジンがなんと V7 になっちゃって、その後ルマンになっちゃって、で今皆さんが乗ってる V85 とかになってるんですね。そのルーツの上にこの全く新しいでもその形を踏襲しているエンジンをわざわざ作ってます。元はそうだったかもしれないですけど、きっかけはともかくそこで積んできた元口ならではのノウハウという、何が面白い、こっちは不都合だけどこうやらなんとかなるというのが、その集大成として今電子制御でこれをやってるっていうのが、まあもっともっと合理的に考えれば何もこれやることないじゃん。モトグッチだってね、そのドゥカティだったりとかホンダだったりヤマハみたいなもの作れなくはないかもしれません。でも絶対にやりませんね。彼らならではのそのマンデーロでずっとやってきたそのモトグッチならではのオリジナリティの大事さというところに、彼らはかなりそのそこにしか根付いてないというか、モトグッチフィロソフィーというのをムンムンと感じます。カーブ曲がりながらぐーっと加速しながら、おトラクションと、あこの安定性、あこの方向性がぐーっと出てくやつね、あカーブ途中でもこうやってお方向転換効くんだみたいな、お優秀優秀みたいなことを感じながら走ってることが、モトグッチの今までそれからこれからというものを楽しむとか味わうということなんだなというふうに思いました。乗ってみなきゃ分かんないです。なんで、ぜひ試乗されるのもあれですし、ただ人が乗ってない方がやっぱ面白いじゃん。だけど人が乗ってないものってのはきっと人気ないから不便で不都合多いんだよと考えるかもしれません。でこれは大丈夫です。実用性としては全然レンジ広いし、いろんな意味でツーリングに有利です。まあ、むしろ中途半端なツアラーと称しているバイクよりはよっぽどこっちの方が乗っててその心地いい部分だけ疲れません。なことを含めてこれね、パニアケースもいろいろつきます。旅パッケージもありますんで、そんなことで夢膨らませながら、そうか
ちょっと違うの乗りてえなと思われる方には相当おすすめな新しい感性のバイクが生まれたということです。ぜひもう一遍注目してみてください。はい、もうご覧のようにバーン宮城さんでございます。はい、登場しました宮城です、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、遠路はるばる、はい、長野県の木曽の山奥御嶽スキー場までやってまいりました。ね、初めて来ました僕、ね、空気も美味しいしね、やっぱりその東京都内とは違った感じで、ね、いや全然違いますね。こういうバイクでね、自然の中にこう、ね、溶け込みたい、はい、気がどんどん高まってまいりましたよ、はい、まああのね、うん、ハスクバーナの、まあはい、以前もやりましたけどね、はい、ノーデンの901、うん、でこれはエクスペディションという発表のあれを聞いてますと、はいはい、もっと遠くへと。なるほどね。言ってみればパリ高イメージで、はい、こういうのはツアーラー増えてますけど、はいはい、こいつはさらに遠く行くぞという意味で、うん、まあ、こういういろいろ ね、 そうですね、最初から仕様が長距離ですよっていうか、もっとツーリングバイクですよ、うん、前提ですよね、うんうん、結構ハードで、はい、足回りもなんかちょっとオフへ行ってもいいぞぐらいのことにしてますよね。そうですね、なんかあのさっき話を聞いたらサスペンションのストロークも240ミリということなんで、ね、まあ、このクラスとしては最大級のストロークなんですよ。オーバーサイズの、まあ、フロントフォークが入ってますし、はい、まあ、240ミリというと国産の日本製のこういったアドベンチャーバイクの最高峰クラスでも240なんですよ、はい、ですからまあこの 900cc のクラスでこの240を採用してるっていうのは、まあ、いい足張り導入したなと思いますね。ですね、はい、あとは今根本さんがおっしゃったようなこういったまあツーリングバッグがまあ標準でついてるっていうこと、うん、ソフトケースですけども、あとはこういったスクリーンもちょっと大型化されたものがついているだとか、はい、あとはエンジンのこのスキッドガードですね、アンダーカーブル、これがまあ従来のスタンダードモデルですと右と左、まあ、片側ずつと前という3分割なんですけども、はいはい、溶接をした4ミリ厚のアルミで、ね、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか、これ。そうなんですよ、一体化してるんで、ね、まあ、強度をまあ作れるということと、はい、まあ、ビジュアル的にもいいし、いやいやビジュアルいいですよね、うん、なんかいかにもそうで、ね、あとね、こういう造形をしておくと万が一転倒の時にも、まあ、破損が実は少なくなります。やっぱりね、この出っ張っている燃料タンクをカバーしながらもこのスキッドガードがありますから、まあ、ステップやチェンジペダル、ブレーキペダルの破損が少なければ、すなわち何か転倒があった時にも返ってきやすいと。そうですね、うん、思います。まあね、そういう意味では、うん、この元からそうですけど、はい、燃料タンクがこれガーンと下の方まで行ってますよね。そうですね、このね、ここまでこの黒い部分が燃料タンク全部そうですもんね。ですからこの前まで来てますからね、うん、以前の901もちょろっと乗せていただいた時に、はい、背が高いのに、はい、なんかコンパクトになっちゃうじゃないですか、はい、そうね、重心が低くて、そうそう ね、 ね、なんかそういう意味ではやっぱり新しい世代、うん、こういうパリ高イメージでここまで来てるけど、うんうん、まあ、いろんなバイクあるけど、まあ、なんだかんだ言ってもね、やっぱり背高いのちょっと怖いですからね、うん、我々は、まあ、まあ、これ車格ありますから ね、 ね、僕らとしては、まあ、1ミリでも低い方がいいし、はい、まあ、1グラムというか1ミリでも重心の重たいものは下に行ってほしいなっていうのはありますよね、うん、あとは根本さん、これシートの高さは、はい、これ今ローシートになってますけど、ね、はい、2段階で上に上げることもできますから、まあ足がお長い方にはですね、ぜひシートを上げていただいて、まあ、ハイシートを楽しんでいただくと。相当長くないとって気はしますけどね。まあまあ高い、ちょっとまたがってみましょう、ね、はいはいはい、まあまあ高いですよ、まあまあ高いですよね、まあ、まあ、これ三重さんに見ててうわーと思ったもんね。これこのまま左足ついてますけど、右足こんな感じです。宮城さんがね、ちょっと U ターン、うん、ちょっと緊張しますって言ってました。そうそう、僕身長176ぐらいですけども、まあまあいい感じ で自信のある方にね、ガンと乗っていただきたいなと思いますけどまあこれからちょっといろいろ試乗して、はい、ね、いろいろご報告したいと思いますけど、ね、やっぱこう旅バイクとしての将来、うん、今これが流行りですよ、うん、こういうのがツーリングバイクのメインストリームですもん今やね。これね、はい、結局ねこういうデザインってサイドバッグつけてもパニアケースつけて も、 いやいやもうトップケースつけても似合うよね。完全に似合います。似合うんだよね。やっぱりそういうハードな仕様が、うん、はい、つけばつくほどかっこよくなるじゃないですか、うん、そうね、なんかね旅バイクみたいな、そう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 、だからアドベンチャーバイクなわけでしょ、はい、まあそういう造形がやっぱりうまく合ってるのがこの今のこのデザインだな、ね、改めて思いますね、はい、まあ、ぜひ皆さんにもね、こういうものの将来も含めて、はい、まあこれからのツーリングこういうんでいくんだぞというのをですね、うん、まあぜひ今日も乗っていただいて、そうですね、はい、じゃあ研修していただいてということで、わかりました、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします、はい、
ニューさんいかがでした？いや面白かったですよ。ね、いいですね。やっぱこのサイズ感はいいですね。はい、まああの一時はあの 1000cc を超えるそのアドベンチャーモデルっていうのもちょっとねこの 2,3 年流行ってましたけども、うんはいはい、やっぱさすがにこの日本国内の林道で遊ぶとなると、うん、相当気合い必要ですから、それから比べればやっぱりねこのサイズ感っていうのは、まあ、ワンランク少しコンパクトになってるんで、うん、まあ、足つき性も含めて、まあ、全長ホイールベースなんかも取り回しも含めて日本国内の林道でもまずまず遊べるかなと思いました、ね。まあ、今日もね、うん、まあ、一般道もそうですけど、はい、林道もちょっと入られたんで、はい、まあ、見ててもスロットルレスポンスのあれも全部そうですけど、はい、なんか小気味よく動いてますよね。そうですね、やっぱりねこのシリーズ、これハスクバーナーですけども、うん、KTM ハスクバーナーで、あとガスガス、はい、でこの8月1日から、まあ、MV アグスタも入ってきましたけども、うん、やっぱりこれを主導するこの KTM のこのエンジン、それとこのエンジンのその見せ方、体感の仕方っていうのは実にそのアグレッシブですよね、うん、だからその走る心を熱くするような、はい、聞いてても分かると思いますけど、いやいや、オフ系のことをやってきたのはさ、うん、まあ、言いたくないけど日本のメーカーだって、うん、オフ車がいい時ってみんなエンジンめちゃめちゃいいじゃないですか、うん、まあ、そうですよ ね、 ね、バイクがいい時ってエンジンがいいんですよ。そうあのレスポンスが ね、 ね、バッと来るね、あれがたまんないのが、うん、今、まあ、本当に残念ながら、まあ、うん、そういうこっち側にしかもう今残ってない、ちょっとまあそうね、うん、まあ、日本はその環境のことも考えてとかいろいろあるんでしょうけども、うん、まあでも僕は技術だと思いますけどね。まあ、まあ、ヨーロッパはやっぱり元気いいね、はいはい、というか、うん、バイクをそのエモーショナルっていうかその感情を入れて楽しむっていうね、うんうん、そこがやっぱりないとついてこないと、そうですね、じゃないですか。でね、さっきもおっしゃってたけどその大型が、うん、アドベンチャー系が大型がツーリングバイクになってきたよねって、うん、まあここまでの流れはあります、うん、で大きいのも貫禄だし、ある意味完成力があって安定性もあるし、うん、なんかこう威風堂々、うん、なんか頼ったらやるってそのマッチな感じに頼ってるのもあれなんですけど、まあ、今日ね例えば普通のワインディング見てても、うん、この辺の大きさのやつで、うん、まあ、言いにくいけど、うん、ちょっとしたネイキッドスポーツよりもよっぽど軽快に走ってる、うん、いやいや、もうそうなんですよ。ちょっとしたネイキッドスポーツより速いと思いますよ。ですよね、はい、このタイヤ履いてたとしても ね、もちろんサーキットに持っていくなんて話になると、うん、それは違う話だけども、一般道のね、普通のヘアピンだったり中速がついてるとこだったら、もうこっちのが間違いなく速いっていうか、まあ速いだけじゃなくて、いわゆるマージンたっぷりですよね、うん、まあ、これサスペンションストロークもありますし、うん、そのグランドフィードバックですね、はい、やっぱり設置感もしっかりとありますし、あとはそのまずスリムでしょ、でエンジンのレスポンスがいいでしょ、でブレーキはよく止まるでしょ、ポジションは楽でしょ、言うことないですよね。まあ、今日ほらオフロード走らせてもらったのもライディングモードを切り替えますけども、その切り替えたことがはっきりとキャラクターが出る、うん、でそれに対してじゃあ ABS はどうしますか、じゃあトラクションコントローラーはどうしますかっていうのが全部このなんていうのかな、ね、シンクロナイズドしてて、ね、リアルに反応してくれるんで、うん、はい、面白い。でさらに言うとサスペンションもその減衰ですよね、リバウンドコンプレッションを調整した分、調整した幅がきっちりと走行フィーリングに体感できるわけなんですよ。まあね、だからやったことがちゃんと返ってくるんで、あ、自分はこういうのが好きだとか、なるほど、ね、乗りたいと好みがはっきり分かる、はい、いつの時代からかそのツーリングバイクっていうのはスポーティーじゃなくていいんだみたいに変な方言っちゃってるし、でもおっしゃるように今までいろんなのに乗ってきた人がやっぱりどっかに、体のどっかに、三宅さんもそうだし、僕なんかもそうだけど、やっぱりスポーツは残ってますからね。そうですね、だからそのイノワムに行きたいっていうところで、あ、もうちょっとこうからいいな、もうちょっとこうしたいなっていうのがやっぱりできるようになってるっていうのがね、こういうバイクの最近のね、特にこのグループのバイクってみんなセッティングが上手にできるじゃないですか。僕もほらガスガス700と、ね、ES700 買っちゃいましたから ね、はい、このシリーズですからね、シリーズというかこのファミリーですからね、はい、まあ面白さは十分あると思いました ね、うん、いやというように、うん、まあツーリングするバイク、うんうん、まあ、もちろんこのコンセプトもそうだけど、もっと遠くにっていうのが、うん、昔だとただ楽ちんだとか、うん、あ、そうね、楽だから遠く行けるでしょうっていう、なんかそのすごくちょっと稚拙ですよね。そうそう、ね、今はこのいろんなそのアクションというか、いろんなシーンに出くわしながらそれをつないでいくから、やっぱりまあある意味男として面白いみたいな、そういう男気なものがあるじゃないですか。そうね、バイクのその遊び方、そのバイクの進化とともに、でライダーもそれに対して何を期待するかってのは多分やっぱり時代とともにだいぶ変わってきたような気がしますね。という一台でございました。はい、はい、まあ、ぜひぜひこういうね、時代はこうだよというのをですね、やっぱり皆さんが体感なせるためにも、こういう新しいですね、いろいろな、仕組みをたくさん入っているバイク、ぜひ試していただくと。これね、乗らず嫌いはもったいないね。そうなんだよね。せっかくいいバイクあるんで、ぜひね、体感していただいて、まあ、
ちょっとそのお店の試乗時間だけではね体感できないとは思いますけれども、まあね、あそこは何とかしていただいてね乗ってもらえればあの良さがうんと分かるんじゃないかなと思いますね。と思いますね。特にあの皆さんね時々お話してると、うん、あの電子営業ってやつ俺苦手なんだよねって、うん、何が苦手なんですかって使ったことがない人が言ってるよね。そうそうそう、ね、あと ABS はいらねえって言ってね、いやいや自動車ついてるでしょってない車乗ってないよねってね。まあね食わず嫌いが多いですけどねやっぱり ね、まあいろんな意味であのぜひこういうものを知ることによって、まあ、僕なんか特にそうですけど時代とともにバイクに乗れる時間というかいわゆるバイク乗れる寿命が僕伸びてるもん、うんうん、そうですね間違いないじゃないですか、もう伸ばしてください平均寿命日本で平均寿命を上げてるのはこの人なんでねこの人が上げてますからピューッと僕らついていきますから今日、ね、バイク現役がやっぱり伸びるというのはやっぱこういうものに助けられてる、うん、間違いない、うん、だって安全だしマージン大きいですからね。そうね、そうね、はい、ということなので、はい、まあ、これからの時代のためのバイクという感じがします、はい。